こんにちは、賃貸の正木です。本日私はですね、 1LDK タイプのお部屋にやってまいりました。どうぞご覧ください。このように大変広々としたキッチンしておりまして、洗い物や、お料理はかどってとっても楽しいのではないのでしょうか。そうですね、改めまして、本日は大和郡山平畑駅エリアにありますメゾンドラフィーヌというお部屋のご紹介をさせていただきます。今私がおりますのはキッチンとなっておりまして、このようにしっかり収納していただくことができまして、このようにちょっとおしゃれな窓から日差しの方を浴びながらお料理楽しんでいただけるかと思います。そしてこちらにはですね、冷蔵庫と食器棚を置いていただけるスペースもしっかりと確保しております。そしてこちらですが、リビング収納もしっかりございます。さてこちらリビングルームですが、こちらからバルコニーに出ていただくことができるんですね。こちらなんですが、南向きの大変日当たり良好のバルコニーとなっておりまして、どうぞ景色ご覧ください。奈良ののんびりとした風景が広がっております。お次にですね、お部屋ご紹介させていただきます。こちらが和室ですね。ちょっと奥行きのあるタイプの和室となっておりまして、こちらにエアコンとテレビ設置していただけますので、どうぞ便利にご利用ください。そしてこちらですね、奥行きのある押し入れ、上にも下にもございますので、お荷物全部入れていただいてね、すっきりお使いください。ではお次に参りましょう。こちらの方を開けますと、洗面所ですね。こちらには室内洗濯置き場ございまして、洗面台こちらにございます。こちら浴室となっておりまして、少し広めの浴室となっております。ゆったりお風呂楽しんでいただけるのではないのでしょうか。そしてその隣にありますのがお手洗いですね。ブルーのとても清潔感のあるお手洗いとなっております。では最後にですね、玄関スペースのご案内させていただきます。こちらシューズボックスございまして、しっかり靴の方をね入れていただけるようになっております。そしてこちらのドアなんですが、このようにとてもおしゃれな形のユニークなポストございまして、皆さんこちらをご覧ください。施錠確認ランプというんですね。実はこちらのランプ、このように鍵をかけますと点灯してくれるんですね。ですので一目でこう鍵が開いているか閉まっているか分かるようになっているんです。とっても安全安心のお部屋となっております。まだまだお伝えしたい物件たくさんあるのですが、詳しくは賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。